レオン・ガンベッタは、フランス海軍の装甲巡洋艦、レオン・ガンベッタ級の一番艦である。レオン・ガンベッタは、レオン・ガンベタ級装甲巡洋艦のネームシップとして1901年10月26日に浸水。その後偽装工事や行使運転等を行い、途中で座礁事故を起こすこともあったが、1905年7月21日に収益した。収益後は、 カミーユギゴン中将の指揮する第一次運用艦隊の機関となった。1909年10月5日の艦隊編成の変更によって地中海へと配備された。それ以降も地中海の主力艦の一つとして活動し、そのまま第一次世界大戦を迎えることとなる。第一次世界大戦のレオンガンベタは、マルタを拠点としたフランス艦隊に属しており、オトラント海峡の南で、 オーストリア・ハンガリー帝国海軍をアドリア海へ封じ込める任務に従事していた。レオン・ガンベタが来撃された時はイタリアの参戦が近くオーストリア・ハンガリー海軍の活動が予測されたため封鎖ラインがより北に移っていた。地中海において潜水艦の脅威が増大していたにもかかわらず、レオン・ガンベタは護衛を伴っていなかった。1915年4月27日夜、 地中海中央部、イタリア南東端サンタ、マリアリレウカ岬の南15マイルのイオニア海で、レオンガンベタは、オーストリアハンガリー帝国海軍の潜水艦 U-5 に来撃されて、2本の魚雷が命中する。魚雷は、右舷側の発動機室と、全部ボイラー室付近に命中、動力である蒸気を失ったレオンガンベタはポンプによる、浸水の排出も、不可能となり、急速に沈み始めた。 また、動力の喪失により、救命ボートを降ろすことも困難となり、多くの乗員が海面に投げ出された。レオン・ガンベタはわずか10分で沈没し、乗っていた821名中、ビクター・バプティスティン・セネス少将を含む684名が死亡し、生存者は137名であった。この後、フランス巡洋艦による、紹介船はケファロニア島と、 同意度の位置まで南に移動した。ありがとうございます。